はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、おまっとさんでした。HG ファンの皆様に送る HG シリーズ、はい、こちら、はい、プレミアムバンダイから出ました HG ドラゴンボールスーパーギニュー特選隊セット、はい、こちらがね、届きましたんでね、これをぜひ今回ね開封して紹介していきたいと思います。早速ね、段ボールから出して箱を出して出してますんではい、こちらです。いやすっげー、もうこの箱の段階でかっこいいんだよな。 HG ドラゴンボールスーパーギニュー特選隊セット、いやーすげえ。 HG のギニュー特選隊というのはガチャガチャでね、昔出たんですけれどもね、それをリニューアルした感じですね、うん、リクーム、グルド、ギニュー、ジース、バードで、劇中でスカウターが収納されていたケースも付属。これはね、ガチャガチャの時はグルドについてましたね、うん、はい、まあ、こんな感じですね。はい、はい、セット内容、フィギュアプラス台座、スカウターケース台座、はい、こんな感じ、はい、では早速ね、多分ブリスターかな、うん、ちょっとね、中開けて袋の状態とかねいろいろと見ていきましょう。はい、一応ね箱から出しました、こちらですね。はい、やはりブリスターで入ってましたね。はい、ブリスターに、こんな感じでねそれぞれ袋に入ってます。はい、では早速ね、もう組み立ててね、一つ一つね、一体一体見ていきましょう。はい、開封しまして、組み立てさせていただきました。まずはね、グルドから、はい、こちら、いやこれちっちゃいけどすっげーよくできてる。いや前の HG と比べてもね、全然もう出来の差がすごい違うね。うわぁ、この頭のねイボイボもね再現されてるんだよね。うわぁ、これクオリティ高っ。似てるしね。うわ、これはいい。特に塗装のムラとかもね全然ないし、うん、これは出来いいわ。でグルドといったら、ケース、はい、ケースはねもうメタリックですね。メタリックグリーン、それを基調に彩色されてる感じですかね、うん、いやこれもね、これもパカッと開いたらすごかったんだけどね、そこまではさすがにね、うん、はい、でこれにはねなんと普通にこれも台座がついてるんですよ、うん、これもちゃんと台座がついてて、まあただ乗っけるだけなんですけどね、うん、ちゃんと台座がついてるっていう。はい、で、次ジースいきますね。はい、こちら、はい、いやジースも出来いい。ここまで再現されてるとはね、いやーすげえわ。いやーすごい。これはいいね。スカウターもちゃんとクリアパーツだしね。いやーこれはいいですね。はい、ということでジース、
はい。で、続いて、どうしよっかね。グルド行こうか。グルドじゃねえや。リクーム行きますね。グルドはもう言わへん。紹介したっつねんね。こちらですね。はい。ババン。でかい。もうボリューム感が半端ないね。いや、すごい、これもよくできてるな。前のとほんと全然違う。もうマークもしっかりペイント、つうかペイントじゃないけどね、これプリントだけど。じゃされてますしね。で、顔。この顔似てるね。こんな顔してるよね、坊主取るときね。リクームは。パイナップル頭もね。再現されてます。しっかりと。はい。です。もうポーズもね、ビシッと決まってますね。いやー、素晴らしい。で、ポーズ的にはこういう感じになるんでね。うーはー、すっげーなー。本当によくできてるな。前の HG とあれポーズ違ったような気がするんだけど、気のせいかな。まあこっちは多分正規のポーズですけど、はい。ということでリクーム。次はバータですね。こちら。はい。いや、バータはもうすごいボリューム。大きい。一番背が高いからね、バータは。いや、顔もすげえな。ちゃんとんと一つ一つね、イボ。つうかね、そういうの再現されてますね。で、何よりね、あの前回の HG と比べるとね、ちゃんと台座はしっかりついてるんで、で支柱もね、一応なくても全然立つんですけど、一応補助的につけることができます。まあこれによって安定度が増してね、前の HG はすぐ倒れるんだよ、本当。まず立つことがない。あれはほんと困ったね、スカウターもちゃんとついてて、うわー、このバーターこの格好でちゃんと自立するっていうこの感動。前のね、ちょっとね、イライラが解消されましたね。これによってもう安定のこの立ちっぷり、すげえ。はい、ということで、最後はギニューいきます。はい、ババン。いや、ギニューもこれはすげえ似てる。頭の血管とかもね、すっごい細かいね、造形がちゃんとすごいされてて、で指のね、人差し指を指してるポーズ。いや、これはいよいよ本当すげえかっこいいわ。ただね、あの個体差なのかな、すっげえね、これ台座からすぐ外れんの、これ多分穴がちっちゃいのか、それともこっちの穴が広いのか分かんないけど、全然くっつかないんですよね。だからすぐポロリしちゃうんですよ、ちょっとほら、全然固定されないんですよね、グッて押しても。これはちょっと個体差かな。俺のハマんないな。これはすごくちょっと残念かな。
すっげーよくできてるだけに、はい。まあでもね、ほんとこの5体はすっごいね、もう出来が素晴らしすぎて何も言えねえ。はい、ということでね、このギニュー特選隊、いや実際ねあんまそこまで期待してなかったんだけど、手に取ってみると凄さがわかる。うん、前の HG は抜けねえかなと思ってたんだけど、もう全然余裕で抜いてきましたね、うん、ここまでとは思わなかった。まあただやっぱね、値段的にどうなのかっていうと、うん、微妙なところだね。6000円ぐらいするから、だからそれを考えたらね、まあやっぱプレミアムバンダイ価格だよね、うん、HG なんだからもうちょっと安くしてくれてもいいかなとは思うんだけどね。まあそこが不満かな。うん、まあしょうがないね、昔とねやっぱ材料費とか全然違うんでね、うん、まあちょっとね、あと昔の HG と比べたかったんだけどね、もうね手放しちゃってんだよね。相当前じゃない、あれ出たの。だから相当前にもう手放してるんですよ。比べようがないんだな。この木にね、ちょっと昔の HG ちょっとどっかのリサイクルショップで売ってたら買おうかなと思っちゃいますね、比べるために。うん、いやーこれはほんと素晴らしい。ということでね、これはぜひね、回転台座に乗せてね、ぐるりと一周回ってお別れしたいと思います。今回はね以上にて終わりとさせていただきたいと思います。ぜひねチャンネル登録またはいいねグッドボタンよろしくお願いします。まあ HG はね本当、まあ、当たり外れ大きいですけどね、ギニュー特選隊ファンならもうぜひ買いです。これはおすすめです。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。Oh,